はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきますのが、じゃあ、はい、はい、グローブライドの関口です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はゲストをお招きしてということで、はい、華やかでしょ。そうねこのパターンはだいたいね、あのこの後大変なことになるのがだいたい定番だから。そうですね、はい。プリンスの契約選手の米原みおり選手です。よろしくお願いします。紹介入れていいですか。なんと全日本選手権女子ダブルス2タイムスチャンピオンです。2タイムスチャンピオンです。なんでそこだけ英語。2019年と17年ですね、はい、もう直近ですもんね。そうですね、今年はない。そうですもんね、はい、モデルタレントで活躍されてます、ライちゃんさんです。よろしくお願いします。ライちゃんです。よろしくお願いします。最近だと、ね、あの雑誌とか某雑誌とかでいろんなところでお見かけするんで今日はあのぜひあのちょっと出ていただきたいと思って呼びました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。エンブレムっていうシリーズが今度11月に発売になるので、ちょっとそれをあのみんなで打ってみたくて、今日は企画しました。エンブレムシリーズ2種類で、エンブレム110っていう、私とかライちゃんさんと米原さんも110で、フッキーさんがもう真っ白だからちょっと分かりづらいですよ。分かりづらいんですけど、ちょっと120の方がちょっと縦長な感じになってるんですか。そうですね、比べると分かりやすいか、ちょっと縦長な感じの、はいはい、245g と 255g っていう軽量あつらけラケットを持ってきました、はい、で、あの女性の方とかにも使いやすいので、ぜひ今回は、まあ、いつもこのおじさんペアじゃなくて、あの華やかな女性をゲストにお招きして、いろんな方の目線でちょっと感想を言いたいなと。じゃあ挑むってことですか、この2人。まあ無謀な話ですよいつものごとく。ライちゃんさんもだって選手だったんですよね、はい、元選手。勝てないね。でも勝たないとつまんない。勝たないとつまんないって言った。大丈夫すいません。今日はあの先に謝られた。僕120ですけど、110。何としてもちょっと1ゲーム取りたい。1ゲーム取りたい。これガットはエンブレムタッチ SF 新しいガットで、テンション48で貼ってます。フキさんのもガットは一緒。ガットは一緒ですね。エンブレムタッチ SF で50、そう、はい、エンブレム110で買います。怖いよ。スイッチお願いします。あ、ラフラフでいいですか。当たりラフです。よし、ラフでお願いします。倍返しました。なんかチラッと聞こえた。よし。
でかい。心のダメージがでかい。楽しい楽しい。もうこれボレーだけじゃなくてアングルもいいよね。めっちゃあのタッチがいい感じに出せます。打ちやすい打ちやすい。米原さん、サイド抜きます。今度こそストレート打ちたい。ガラ空きだな。
ここに2件も、もうあの1点も与えないでいきますので。よし。いや。よし、このゲームの目標はダブルフォルトしないこと。目標ハードルが低い。ダブルフォルトしないって言ってるの？あ、大事ですね。わっ、ピクイさんは最終ゲームの目標がね、なんでしたっけ、最初のゲームのやつダブルホルトをしないで、1ポイント目がダブルホルトあれもやる雰囲気で出まって出ましたね。ちょっと笑っちゃってます。緊張しちゃった。じゃあラケット感想イメージして、はい、これすっごい打ちやすくて、あのアングルのアングルの底の浅いところに落とすやつですよね。そうです、そうです。もう多分このワンセットで何回打ったっけ、仕事にやられまくる。仕事が打たれた。全く同じ感じでやられまくる。もう本当にいろんな技使えるな、使いやすい。これ振り回しがいい感じ。そうですね。あとあの普通に打つじゃないですか。普通だとこう思い切り打たないといけないのに、ゆっくり打ってても、あ、結構深いところに行くから結構楽。それは純粋にラケットのパワーがある。あるある。一番はとりあえずお礼がめちゃめちゃしやすかったです。めちゃめちゃしやすかったです。なんか2回言ったね。大事なことはね、もう一回言いますか。めちゃめちゃお礼しやすいんですよ。普段やっぱダブルスの練習してて、まあ、ボレーの練習圧倒的に多いんですけど、もちろん自分が今使ってるラケットとは全然違いますけど、操作がすごいしやすい。こう、うん、ラケット操作はすごいしやすいなっていう風には感じたので、自分が狙って打ちたいところにしっかりとコントロールができるっていうのが一番感じました、今の試合をやっていて。キレキレボレー、キレキレボレー出てました。でも結構これ今ボレーのしやすいところを結構強調して言っていただいてました、はい、結構振りかぶってこうスコって打って意外と収まりますよね。意外と、はい、収まってました。振って、いやちょっと飛んじゃうかなと思っ
ったんですけど、まあ、とりあえずいつも自分が振ってるように振ってみようと思ったら、あの意外としっかりと収まって、あの抜けずにいったので、それも良いところですね。あのやっぱり110最初にはちょっとウォーミングアップの時とかに打たせてもらってて、それと比べて使うと圧倒的にラケットのパワー感がすごい大きい。当然ちょっと変えていいですか、はい、あの比較するとこの縦の少し縦長な感じがやっぱりあるので、本当にこう少し近い体の近いところで打たれたボレーとかもあのしっかり飛んでくれるっていうところの安心感もあるなと思います。だから結構飛びついて取ってよしだし、近くの球を打ってもこうやって近くなっちゃってもこうしっかり飛ばしてくれる、もうとりあえず合わせてはなんとか返せるっていうところまではいけたかなと思ったんですけど、最終的に届かないところで打たれる。そもそも論当たれば返るかもしれないけど、当たらないところで打たれる、これもしょうがない。なんかあんまり思いっきり打たなくても、うん、あのそこに行くっていう、うん、あストロークで振ってみてもそうだし、ボレーもこう自分でこう一生懸命飛ばそうとしなくてもラケットのパワーにある程度委ねといてあげといた方がこうしっかり飛んでくれるんで、自分はこうラケット面を作るっていうところに専念したり使うと非常に操作もしやすくいいところかなと思います。ボレーすごい滑ってきてました。思ったよりも自分が打ったのがすごい思ったより飛んでるなって思いました。すごい褒められてる、よかった。ちょっとそこら辺がキレキレボレーが出てたらいいなと。あともう返すのに必死でしたって僕はとりあえずウォーミングアップしてる時に120もちょっと打ったんですけど、こっちの方が自分の身を守れやすそうだなって思って。これあのポイントはあれなんですよ、これ255g ってすごい軽いんですけど、こういう軽いラケットって今あの売られてるものって長いラケットが多いんですよ。これはあの通常っていうか27、あれ120はちょっと長い、ちょっと長いんですね、はい、110はあのちょっとこう通常ラケットと同じ長さなんで、取り回しが皆さん言っていただいたんですけど、ここの辺もいいので2人にガンって打ち込まれても防御できるかなと思って、今日一発も被弾しないで。でもあのボコボコにやられてましたけど 1,2 本はないっすか。良かったやつだけちょっと関口さんナイスショット集をちょっと少し挟んでいただいて、でも本当にあのすごくあの楽に飛んだんで使いやすかったです。デザインがやっぱり白っていう、女性陣デザインがさを見ている時に白にシルバー、うん、ここ上品、これあ上品っていう表現、本当に気に入りました。これに変えようかな。結構これで出ようかな。いやね、めちゃ重りつけてみようかな。やだな、これのこのなんかスペックで 300g とかやだな、なんか、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。せっかくなので最後にリアルタイムをちょっと設けたいと思いますので、じゃあ順番に行きましょうか。どうぞ。はい、はい、今日はありがとうございました。今このご時世でなかなか試合がなくなってしまって全然出れてないんですけれども、直近の目標は来年のウィンブルドンにダブルスで出場できるように、今80ぐらいなので、あの2桁に持っていって近い出れるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。いろいろ SNS とかやられてますよね。はい、はい、YouTube のライチャンネルをぜひ皆さん見てほしいです。あと、私のターザン、今連載、トレイルランニング連載を持ってるので、ぜひ、チェックしてみてください。はい、あと、インスタもですね。インスタもぜひフォローしてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして、肝心のこれ、発売時期は11月に発売になります。はい、予定です。はい、11月の発売、はい、はい、ということで皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ではありがとうございました。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 